インターネット放送局のお話をすると、うちには CATV もあるしコミュニティ FM もあるよというお話で、終わってしまうことが結構あります。CATV もコミュニティ FM も皆さん頑張って運営されていると思いますが、インターネット放送との違いは何か。実はインターネット放送っていうのは通信法ですから、誰でもいつでも簡単に開局ができるということですね。それも小エリアでできるということですね。 CATV とかコミュニティ FM はどちらかというと地域で見れる、でも首都圏の人が見ようと思うとなかなかそれは果たせないわけですね。インターネット放送局っていうのは、地域の情報も当然あるわけですけど、それを他地域でも日本中世界中どこからでも見えるというのがインターネット放送局です。もう一つ大きな違いがあります。運営する側として CATV とかコミュニティ FM は放送時間中、編集者、管理人がずっと番組を作り続けてなきゃいけません。取りためたものでもそこで、時間によってアップするとか自動でできるものもありますが、かなり費用とコストがかかるわけですね。インターネット放送局っていうのは取りためたものをカテゴリー別に整理整頓して、本棚の中に動画のコンテンツがいっぱい入ってるということですね。その本棚に入ってる情報っていうのは許可された情報発信者の人が自ら変えればいいわけですね。例えば、スーパーだとか量販店は、私たちがそれを流すのではなくて、許可されたお店はそこで自分たちで自分たちの情報を変えますから、実はスーパーさんだったら今日は実は南伊勢から伊勢マグロが届いたよ、今週は週末にこんなものが来るよっていうのをお店自身が配信すればいいわけですね。それから I ターン U ターン J ターンっていう情報も地域の中だけで求人は無理だわけですから、今年の4月に入った人たちももう狭き門を入ったにもかかわらず、会社を辞めてる人がいるし、3年間で大企業でも3割の人がスピンアウトしていると。そうすると新卒はなかなか取れないわけですけど、 I ターン U ターン J ターンを一年中できれば社長が1分で喋る、システムなのか営業なのかサーブ工場なのか所属長が1分で喋る、総務担当が喋る、同僚が喋る、それからあとは私たちの地域はこんな場所で、住むところもたくさん空き家があるのでそれを回収して、皆さんお待ちしてますよっていうことだとか、食べるものも着るものもそんなにお金がかかるわけではありません。特に奨学金が返せない、若手の優秀な人たちもいるわけですけど、例えば通信インフラさえちゃんと揃えば、ICT、今のランディングページ、ジンドゥだとか、ウィックスだとか、ワードプレスだとか、ムービーメーカーだとか、アイムービーだとか、スライドムービーだとか、通販サイトだとか、地方はどうしても、この ICT の技術に少し遅れを取ってるわけですから、そういう人たちに村に、来てもらう、そしてそれを自分たちでできるように勉強していく、そんなこともインターネット放送局の強みかなと、そんなふうに思ってます。ぜひ、この村一つだけじゃなくてこの地域、例えば5つの町村でインターネット放送局の運営を一緒にできることを望んでおります。